ハマニャンです。ドンちゃんです。こんにちは。こんにちは、ジャンピオリです。こんにちは。今日 LA ゴルフの、はい、あのユーティリティシャフト、はい、ユーティリティを、まあ、前からね、これヘッドユーティリティなんですけど、前から出てたんよ。あ、そうなんですね。無視してて。シャフトええのに。メーカーさんはやってくれっていうことやったのにっていうことですか。そうそう、あの取ってくれ言われてんけど、ユーティリティっすかみたいな。ピンとけえへんかったから、まあ、確かにどこもレビューしてないんちゃうかな。なんかええらしいんよ。ほんで聞いたことない、で、そうそう、いよいよあのシダクラブ組んで持ってきたから、こんにちは。本気組んだ状態で持ってきたんですね。なるほど、そりゃやりましょうかと。これまた A シリーズなんですね。あ、そうだね。 A シリーズの中調子 85g ハイブリッド S っていうことですね。 S です。なるほど、はい、重さがね、何ぼあったかな、忘れたな。じゃあ書いておきます。はい、じゃあ、まあ、チップカットしてんのかな、分からへんな、その辺は。さっきとりあえずじゃあデータ取りましょう。そうやね、はい、データと4番ユーティリティやね。はい、4番ユーティリティです、はい、じゃあデータ振動数の方、はい、できたいと思います。はい、じゃあ LA ゴルフの、A シリーズ見えんかな、 85H うっすら書いてんねんな。計測していきます、はい、振動数だけね。はい、まあ、そんな硬いわけではないかな。って感じやね。大体どんなもん。300。あ、やっぱ行くん。うん、意外と思ったほどって感じ。あ、なるほど。うん、7鉄で320超えたら、うん、まあちょっと硬い系かな。あ、なるほど、はい。はい。とりあえず打っていきますか。はい。打っていきたいと思います。なんか65からあるみたい。調べたら。あ、そうなんですね。結構あるんですね。20g ピッチです。そう、65、85、105。なるほど。で65が高弾道で、85が中弾道で、105が低弾道。あ、じゃあミッドってそのこと、うん、高さ。アメリカはよくそういう表現する。へえ、うん、こっちはキックポイントだけど、向こうはランチアングルで表現する。ランチアングル、なるほど、かっこいい。ランチアングル105になるとめちゃくちゃ硬いかもな。じゃあ中弾道でお願いします。お願いします。4番です。はい、お、ええ球や。ええ球、ええ球。ぴったり。お、ええ球、ええ球。強ないですか、球。強い。15度、ちょっと低い。ちょっと強いですね。強い。シャフトを生かしきれてない感じある、自分が。硬い。硬いっすね。一応、ホームページ上にはね、大変優しく、全米で売れてます。あの全米の優しさと、この体の優しさは、ちょっと違う。アメリカ人のノーマル。だって180センチぐらいあるやん、どうせ。間違いない。180センチぐらい優しいかもしれん。いやー、まあ、どうやろ。もうちょっと欲しいかな。ちょっとフェードで打とうか。うん。ちょっとフェードで打ちます。はい。これやと止まらん。ちょっとコントロール性をね、パー3でグリーン止めるときみたいな感じ、うん、上からね。おー、 A フェードや。 A フェード、これやとグリーン止まる。確かに、まあこんだけ距離の差ができたら逆に奥行かんとってはやりやすいし、うん、もうちょっと飛んでほしいもやりやすいよな、うん、この10ヤードぐらい打ち分けれたら、フェードで10ヤード落とせるってなったら。操作性結構いい感じ。いや、操作性硬いわ、なんせしんどいんや。なんせ硬いわ。だからドローでバーンの時の方がまだ怖いわ。ちょっとフェードでシャフト殺しとった方がまだ楽。じゃあドンちゃんにも打ってもらいましょうか。はい、じゃあドンちゃんに打ってもらいたいと思います。ドン、はい、ちゃんは普段105ぐらい使ってんの？ユーティリティ持ってないんですよ。あ、入れてない。おお、2人とも入ってないよ。三鉄なんですよ。またそんな言って。三鉄、四鉄で大体まあやってるんで。そうなん。知ってきます。ドンちゃんには柔らかいかな。柔らかいっすね。ドローって感じよな。ドローって感じかな。もっとじゃあ殺して。うまいこと打つな。43やってヘッドスピード。俺コロナの時のドライバーこれぐらいやったで。コロナ明け必死で振って。柔らかい。ちょっと柔らかいですね。グッてこの辺で結構走っていっちゃう感じは。あ、なるほどな。若干ありますね。ちょっとじゃあフェード気味で打ったな。これ A フェードやで多分。うまい。ちょっと
となんかまっすぐまっすぐいやでもまあ中弾道よ、うん、確かに捕まっちゃうんかな結構どんちゃんぐらいの速さやったら捕まるんかもしれん割とさっきも抑えめに打ったんすけどドライバーいらんなスプーンがいらんなもんいらないやばええー、なぁ、こんだけ飛んだらすごいですね楽やなティーショット楽っすよね、こんなんあったらやばマジでちゃうな、競技がいや、一緒や俺はスプーン打ってこんなぐらいで、多分そうか、そうやな、大体何番ってちゃうのよ4番ユーティリティ4番ユーティリティなんだえ、3番はどれぐらい飛ぶん3番アイアンで僕大体これ230だと思う230はい、大体200、230計算でで、3の上が何 ?5 入れてんの5番ウッドですね、うん、めっちゃ離れてるんですよなこれをぜひちょうど間なんですよねこれちょうどいいんじゃないでしょうかちょうどいいですねはいどんな感じのシャフトなん結局硬いっすよ仕事しないっすねゴースト的なああそんな感じですねあ近い感じまあゴーストもうってくる感じじゃない105ぐらいだったらゴーストかもしれないそうですね DI ハイブリッドでもないあそっち系ですねそっち系だからドライバー何に合うかな何のドライバーの人合うんやろそれこそ DI でええんちゃうドライバーそうですね45以下の人はしんどいと思います、うん、ドライバーがまあアクシブの人とか本当に硬いだから捕まるなーの人捕まる人にはこれおすすめはいバーキューンナイスああそうだね、うん、確かにあとTショットでもユーティリティ使いますの人はありやと思うランも出やすそうドローだったらフェードやったらこういう球も打ってるしでもドローやったらポン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 っていってくれそうやからTショットでも打つ人はありやと思うこの下のアイアンは何が合いそうなのプロジェクト X っすねプロジェクト X それの方がいいっすねそんな今の来たプロジェクト X プロジェクト X マジマジマジそんな俺プロジェクト X の方が俺は動かん気がすんねんこれが S やもんあこれが105になったらもうちょっと105の X やったら多分かもしれない4から5になった時はこれかな、うん、これが5の時はプロジェクト X が 6.5 で合うと思うああなるほどで 6.0 の人は4入れとっていいと思う、うんうん、プロジェクト X ってアイアン用からアイアン用よりもちろん長く組むわけやん、はいはい、だから物理的に柔らかくなるやん知らないだからもうプロジェクト X の上に入れるのはありなるほどねええのくれたわどないしよう思ってたのにアイアン用からこういったらプロジェクト X につけ使ってる人はやりやすいわなるほど見てる KBS とかいいっすね、うん、C テーパーそっち系ね、はい、あ確かに C テーパー近いかもプロジェクト似てるかもな俺右手だけでしか打ってないけど似てたかもしれないさっきこうやってちょこんちょこんって電話しながらこうやってやってただけ似てると思いますなるほどっていう感じですね、はい、はい。今までやったアルバイトの話でもする先生第2弾どんちゃんはどんなアルバイトしてきたんかな僕はずっと体鍛えてたんはい、自社サイトペイペイも楽天市場で売っておりますのでよかったらぜひプロジェクト X の方、はい、C テーパーの方よかったらご購入してくださいはいお願いしますありがとうございましたありがとうございました僕三鉄すら入ってないのにユーティリティ入ってないですからねなんでお金ないクラブ買われへん桃鉄は入ってる僕桃鉄のソフトはそれキャディバッグに入ってる入ってるとりあえず入れてるカットでどうにか言ってくださいよ。ちゃちゃ入ってくれないよ。今までやったアルバイトの話もする？せん第2弾。どんちゃんはどんなアルバイトしてきたんかな？某スポーツクラブでマシンの教えてました。こうやってやるんやでって言って。あ、そうなの、はい。僕もう一個知ってます、どんちゃんの。何？言って。いいやつやったら。振り込め詐欺。それ今の方がしてそうって言われます僕の大好きな、うん、僕その勝負するときそこでご飯食べるんですよ、うん、そこで働いてたんですよ飲食店で、はい、へえ。なるほどね唐揚げあげてたじゃあそう僕寿司屋で唐揚げあげてたの僕ですどんどんピザで働いてたんですよあそうな、はい、ピザ配ってましたあ、そっち？そう作ってたんじゃないんや作ってはなかった配達？配達してましたデリバリーずっとしてましたマジふてこいやつ多いよなどっちに？配達？いよいよ俺全力で笑顔振りまいてたよあー、そういうタイプうざいって見えてんねん
その後にどういうこと、そういうやつうざいわっていうのが聞こえてきた今あの、ふてこいやつうざいわ、でもあ、ふてこいやつやろ、あ、おつりですおるな、おる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 、え、そんな、絶対せんかった、どんな、どんちゃんどんなやった、あ、こんにちはこれとこれで、大丈夫ですか、ありがとうございます、そしたらじゃあこれ、おつりでぽいわぽいわ30分遅れたら、あのクーポン持っていかなかったんですよ、あ、そんなシステムやった、そうなんですよ、30分までに、あのピザ届けますっていう決まりなんで、え、俺、え、無料1時間待ちとかする僕絶対500円クーポンを渡さないといけない、え、こんなで1時間も待ったで、じゃあそいつとあかん、たぶんくすねてんの、ふてこかったね、マジでふてこかったよ、炭火焼きバーガーちゃん、バーガーちゃんはいはいはい